チェリー・ビットーリアは、シチリア島・ビットーリアのコムーネ周辺地域の辛口の赤イタリアワイン。シチリア島で唯一 DOCG ステータスのワインで、シチリアの2種類のブドウ品種、ネロダボラを50%から70%ブレンドし、残りをフラッパートとして使用している。DOCG 規則には、作付け率の規制と13%の最低アルコールレベルも含まれています。チェラシロは、 チェリーレッドを意味し、これらのブドウの結果として生じるブレンドの色を指す。周波は1973年に DOC として最初に作成され、2005年に DOCG ステータスにアップグレードされ、シチリアで最初に授与された。DOCG の定義で描かれている広い地域はビットリア DOC と同じである。ビットリア DOC は作付け、熟成。 ブドウのブレンドに関する規則がそれほど厳しくなくアンソニカから作られた白ワインが含まれている。最も著名なワインの一つを含む一部のメーカーはワインの風味に対する木材の影響を排除するためにオークソンではなくテラコッタアンフォラでワインを熟成させています。このワインはフラッパートの花の特徴とネロダボラのボディとタンニンを組み合わせている。AB チェラシューロディ、ビットリアディ OCG。イタリアンワインセントラル。2019年9月30日。閲覧。チェラシューロディ、ビットリアワイン。ワインサーチャー。2017年11月29日。閲覧。チェラシューロディ、ビットリアディ OCG。イタリアンワインセントラル。2017年11月29日。閲覧。チェラシューロディ、ビットリアピトス。 COS Vitical Tree in v i 2017年11月29日閲覧。ビニャードズどんなふ型、がたい2020年12月26日閲覧。ありがとうございます。